ウィリー・メイズはオールスター MVP を複数回受賞した初の選手。MLB オールスターゲーム最優秀選手賞はメジャーリーグベースボールのオールスターゲームで最も活躍した選手が選出される賞。1962年にアークワードによってアークワードメモリアルアワードとして制定された。1970年からコミッショナーズトロフィーへ改名したが、1985年から 当初のアークワード、メモリアルアワードに戻した。2002年7月5日に、テッド・ウィリアムズが死去。同年のオールスターから彼の名誉を称え、テッド・ウィリアムズ最優秀選手へ改名。2002年の MLB オールスターゲームは引き分けとなったため、MVP は受賞者なしとなり、テッド・ウィリアムズ最優秀選手として、初の受賞者は2003年のギャレット・アンダーソンである。 2013年のオールスター終了時点で、ナショナルリーグの受賞者は延べ28人、アメリカンリーグの受賞者は延べ25人。球団別の受賞回数では、ボルチモアオリオールズ、サンフランシスコジャイアンツの6回が最多。シンシナティレッツ、ロサンゼルスドジャースの2球団が5回。複数回受賞選手は、ウィリー・メイズ、スティーブ・ガービー、ゲイリー・カーター。 カルリップ県、マイク・トラウトの5選手。1975年の MLB、オールスターゲームでは、ビル・マドロックとジョン・マトラックの2選手が MVP を受賞。敗退イイリーグからの選出は、ブルックス・ロビンソン、カール・ヤストレムスキーの2回。ケン・グリフィー・シニアとケン・グリフィー・ジュニアは親子で、ロベルト・アロマーとサンディ・アロマー・ジュニアは兄弟で受賞している。ありがとうございます。